本願寺は、京都市伏見区下鳥羽北山町八十九にある、浄土新州王や本願寺派の本山である。しかし、法王恩公や裏本会、悲願会といった各種行事、法要等は、京都市山品区城花山朝日山町八の一にある、一般財団法人本願寺文化交流財団が、経営する、東山清志園で行われており、こちらが事実上の本山となっている。 通称、東本願寺。2016年現在の保守は、本願寺第25代、大谷徹順である。本願寺第25代保守とは、新蘭成人から25代目の血縁継承者ということ。本願寺文化交流財団理事長でもある。1987年に宗教法人新州大谷派の包括下にあった、宗教法人本願寺が、 宗教法人法に基づいて解散の登記を行い、宗教法人新州大谷派に吸収合併される。大谷徹淳、大谷光林不市らにより、1996年に京都市伏見区下戸場において新たに宗教法人本願寺を登記認可される。そのため、新州大谷派に包括されていた宗教法人本願寺とは別の宗教法人である。 新たに認可された宗教法人本願寺の法音公などの一切の法要等は、伏見区下戸場にある本願寺では行わず、東本願寺、東山清支園にて取り行われている。新乱衆祖女新閣女前女釈女行女尊女連女、中高の祖実女小女兼女、教女本願寺東西分立千女卓女女女、女一女新女女女女、女たち、 助言助言助少女戦場ヘ助言保守本願寺、寺本、東山清縁東本願寺計4派に分派。ありがとうございます。